GVE197 系牽引による12系客車の試運転が行われました。JR 東日本は、5月16日、GVE197 系牽引による12系客車の試運転を行いました。GVE197 系は、在来線において、採石、バラスト散布を行う事業用車両です。国鉄時代から運用していた、機関車、ホキ800型を置き換えるため導入されました。採石輸送だけではなく、入れ替え作業、回送列車の牽引作業としても使用されます。2021年より製造が始まり、計44両の製造が予定されています。5月14日から16日の3日間は、群馬車両センター所属の12系客車5両を牽引する乗務員ハンドル訓練が行われました。この試運転では、上越線の高崎から水上間を走行します。GVE197 系は TS06 編成を使用して行われました。GVE197 系が客車を牽引するのは、連日行われた今回の試運転が初めてです。これで5月16日の KAB ニュースを終わります。